どうも皆さんこんにちは、ほうです。今回はビーム NG でスピードバンプを攻略していきたいと思います。そして今回はこちらの車両を集めてみました。さあ果たしてスピードバンプを生き残ることができるのでしょうか。さあそしてまず最初のスピードバンプはこちらです。ただのスピードバンプじゃないぞ。ここのね赤い部分はマグマになってますなのでここに乗ってしまうとね車が燃えちゃうという。さあ果たして最後までね耐えることができる車はいるんでしょうか。とんでもないスピードバンプだね。それではまずはこちらのパトカーからやっていきましょう。出撃せよ。さあ君はどこまで生き残ることができるのか。よし行くぜいっとか。うおめちゃくちゃ燃えてる。うおーら燃えてるけどまだ生きてるぞ。あダメだ壊れたあーここまでか。半分はいけてないね3分の1ぐらいしか進んでないぞ。次はこちらの SUV のパトカーでやっていきます。こっちの方が耐久力は多分あると思うんでね。さあどうなることやら。いくぜー。どーん燃えてる燃えてる。やっぱ耐久力強いね。えすげえぞこれ。いけるんじゃない、もしかして。燃えながらいけてる。やったー、これ助かるんじゃない。ギリギリのとこで助かったーあと少しスピードバンプ長かった。これは死んでたね。おおすげえぞ。さすがめっちゃ性能いいね。さあ次は軽トラです。この軽トラもね別で動画作ったのでね、見てない方はねぜひ見てほしいと思います。さあこの日本の軽トラどうなるのか。スーパーチャージャー付きのねすげえ軽トラです。よっしゃー行くぜースピードバンプー。おおやばい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 って、これひっくり返るって。わーやばまずいあーひっくり返ったパトカーと同じ位置ってまだ動くぞこれ。えすげえ。パトカーはもう動かなくなってたんだけど、こっちはまだ動くー。生き残ってるーすげえ、めちゃくちゃ強えー。おらーどこまでいけるんだこれ。あダメだ。うっそ惜しい。最後までいけるかなーと思ったんだけどね。でもかなり進んだぞ。じゃあ次は軍用仕様のこちらのパトカーやっていこう。パークレンジャーになってるね。よっしゃ行くぜー。ちょっとこれは米軍で使われてた装甲車だからね、まあ、相当ね強いんじゃないかなと思うんだけどね。さあどうなる。おおお、えもう壊れた。えまだ大丈夫だよね。動けー。なんか遅いスピードがでもまだ動いてるぞエンジンは。耐えてるのかこれ。おお、いけるいける。パトカーよりは進んでるね普通に。おお、さすが装甲車。まだ壊れるんじゃないぞどうなる、どこまでいけるんだ。あやば止まってきた。まずいまずいまずい。それでもいけるはず。軽トラに分けるわけにはいかないもんね。どうなるんだ。おおすげえ、さすが軍用車だ。軽トラよりは強いねやっぱ。さあそしてもう少しでゴールだぞこれ。いけるんじゃない、もしかして。おおすげえ、この火の中をこんな風に走ってるけどいけそう。おこれ絶対エンジンは限界を迎えてるけどね。すげえぞ、まだまだいけそう。これゴールまでいけるよ絶対。頑張って頑張って。すげえ燃えてるおお、それでもやったー、スピードバンプ攻略完了です。なんてことだ、信じられない。爆発はまだしなさそう。おお、まだエンジン壊れてないからね、ちゃんと動いてるからね。ああでもそろそろ壊れてきたか。あーダメだ、ここで壊れたまあこれゴールできたことにしますかねちょっとゴールテープより若干手前で止まっちゃったんだけど。さあ次はこちらのオフロードカーです。これはどうなるんでしょうか。めちゃくちゃエンジン音でけえな。今までの中で一番でけえエンジン音してるぞ。さあこれはすごいスピードが出るぞ。イヤホー。さあ燃えながら行くぜ背中がめちゃくちゃ燃えてるみたいな感じ。イエーイ。えこれめちゃくちゃ楽勝なんだけど。全然大丈夫だよ。余裕すぎー。イエーイ、さよならバーイおお、これは一番端っこまでいけるんじゃない、もしかして。ヤッホー、
ドガーン一番向こうまで行くことができました。すごいよ、君が優勝だ。全然行けなかったのはこちらのパトカーでした。残念だったね。さらに車を用意してみました。次はこちらのオフロード仕様になったスーパーカーでやっていきましょう。さあ君はどこまで耐えられるのかな。最後まで行けるのか。これはスピードでゴリ押しするしかないね。おお、まずいまずいまずい、スピード出しすぎた。うわー、やべやべー、これはまずいって。さあどうなる、まだ耐えてるか。おお、大丈夫か。おーらー、まだエンジンは動くよーんと思ったんだけど、あ、ダメだ動かない、タイヤがなくなっちゃった。うそー。さあちょっとこのスーパーカーだけはもう一度やり直します。さっきはねスピード出しすぎたんで、スピードを出さずに行ったら大丈夫なんじゃない。これなんか結構ポテンシャルあったぞ。いけそうな気がする。よし、ゆっくり行ってみようと。おお、いけるいけるいける。結構燃えてるんだけどね、全然大丈夫。おっしゃー全然大丈夫だぞ。かなり燃えててもう無理でしょうって感じなんだけど、よしよしよし、いけるいけるいける。さっきよりは進みたいところなんだけど、どうだろうか。おお、エンジンは絶対限界を迎えてるぞでも爆発せずに進んでいる。おお、軽トラより進んだ。うっそーん、強いね。めっちゃ白煙出てきてるぞ。これ絶対爆発するでしょ、もう少ししたらすんげー燃えてるよ。え、これゴールできるのか、もしかして。おお、すっげー、ゴールできそう。イエーイ、走行車よりすげーよ。そしてこれは一番端っこまで行くことができるのか。おお、まだ耐えてる、すごすぎる。イエーイやったぜ。さあお次はこちらの日本のバスでやっていきたいと思います。これもね別の動画でね作ったことがあるので、見たい方はねぜひ見てほしいと思います。かなりね日本のバス再現されてるので、ちゃんとねバスの中に日本語とかね書かれてます。すごいんだよね。じゃあこれはどれぐらい耐えれるのかな。いくぜー。おー、燃える燃えるいやでも全然大丈夫そうだぞこれ。まだまだまだ、壊れそうな音してるけど音だけです全然大丈夫。非常出口が開いちゃったぞそれでもまだ大丈夫なんだよいけるぞこれは。ゴリ押し、パワー全開でやってるからね。おお、燃えてる燃えてる。さあどうなる、軽トラ抜かしたぞ。これはいけるぜ。まだなんか後ろの方だけ燃えてて、前の方とか全然燃えてないからねすげえぞ、結構安全だぞバス。今までの中で一番安全な乗り物じゃないこれ。え、すげえ、全然燃えてないもん後ろの座席はちょっとやばそうだけどねそれでもこれゴールできるんじゃない。おお、これまだ動くぞ、動く動く、すげえ。おお、すげえ窓ガラスとか若干割れてるんだけど、え、ほとんど燃えてないように見えるんだけど、これはすごいよ。えい、一番安全にゴールできたぞ。さあそしてどこまで進むことができる。まだエンジン壊れてないからね。おお、ただちょっとハンドルが言うこと聞かなくなってるなんかめちゃくちゃ右に行っちゃうし、左になかなか曲がれなくなってる。よし、それでも進むことができるぞこれ。よっしゃー、やったぞ、これはゴールできそう。いいんじゃない。おお、壁側まで行った、ドッカーン一番安全だったね、ほんと。次はこのレゴの車でやっていこう。出発。さあ耐えることができるかなこれすごく早く壊れちゃうんでね、ちょっとスピードはあんまり出さない方が良さそう。さあ行くぜー。え、燃えてない、え、嘘でしょあれ、なんかダメージ食らわないんだけど、燃えないだと。あー、全部ぶっ壊れちゃった。あー、もう一回やってみますか。よし、これはもう一回やるしかないね。今度はもっとねゆっくり行かないといけないね。さあそして少し乗ってみるぞ。え、燃えないんだけど、これどうなってんの全然燃えないんだけど。え、炎ダメージ無効化してるんだけど、マジか。でもどんどん壊れるんだけど
スピードバンプの振動で部品がめちゃくちゃ取れる。え、これ動かなくなっちゃった？あ、ちょっと動いてくれ、しっかりしてくれ、動け、ダメだ、部品が絡まってこれ以上動かない。でも炎ダメージは避けれたぞ、すげえ。そして次はこちらの超巨大バスでやっていきましょう。出発進行。さあどうなるのかな。まあこれはね、一番前のさ、上の座席乗っとけば一番安全じゃない。さあどれぐらい燃えるのか、いくぜー、突撃。うおー、めっちゃ炎来る。すんげー炎、やばいよこれ。下の階にいる人絶対無理。おー、上の方も燃えてきてるぞ。めちゃくちゃ燃えるね。やっぱ前の席が一番安全だね。すごいぞ、まだ耐えてるぞ。うー、オッケー、これはいけるんじゃない、ゴールまでいけそう。まだ耐えてます、アクセル全開でまだ動いてるからね。すごいね、いけいけいけい、ゴールまで行くんだ。おー、強え、バスめちゃくちゃ強いよ。よっしゃー、めっちゃ黒煙だ。それでも動きます。よし、装甲車抜かしたー。すごすぎでしょバス、めちゃくちゃ最強なんだけど。やったぜー、余裕でゴール。そしてこのままどこまで進むことができるのか。さあパトカーも抜かしていったぞ、進めー、行くぜー。あの壁側まで行きたいんだけど、耐えられるのか。いや全然行けそうだね、全く問題なさそうだぞ。アクセル全開にしてるんだけど、もう30キロ以上出ないからね、エンジンはかなりダメージ食らってるはずだ。よし、そしてハンドルはね、すごい動かしやすいぞ、まだ壊れてない。イエーイ、やったぜ、これ壁側まで行けたでしょう、楽勝。ほうほうほほほ。さあ次はこちらの農家のおっちゃんが乗ってるやつやっていこうと。これはどうなるんだろうね、生き残れるのかな。結構スピード出るよね、42キロも出てるからね、はい。よし、これで行っちゃいます。おお、え、嘘だろ、炎ダメージ食らってないだと。最強すぎる。信じられない。全くノーダメージなんだけど、農家のおっちゃんすげえ。全然炎効いてないぞ、マジか。これが最強だったとは、そんなことがありえるのか。余裕でクリアできそうだね、これはノーダメージだと思う。ただちょっとこれスピードバンプには弱そうだね、ひっくり返りそう、そこだけは気をつけないといけないぞ。ほぼノーダメージで乗り切れるんじゃないこれ。おお、すげえ、なんだこの運転席、めちゃくちゃ上下に揺れるんだけど。うおー、やば。え、全然30キロぐらいしかスピード出してないのにこんなことになるんだね。よし、でも余裕で楽勝。これは無敵だったね、なんだと信じられませんな。これを装甲車にしたら完璧じゃない？世界最強の装甲車ができるぞ。もう余裕すぎて話になりませんね。ここに置いとこうと。BMNG が予期しないエラーで終了しましたってなっちゃったよ。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。それでは、さよなら、バイバーイ。